自分の自己肯定感が低かったりとか、自分自身が見えてなかったりとかっていう、ちょっとこうマイナスのところの部分から、一気に自分の夢を見つけて羽ばたいていくっていう、自分で見つけて自分で迎えに行くそのスピード感っていうのを、私のコンテンツを通じて、で自分の力でこう今後も元気に生きていく、もっと綺麗になれなったら幸せになれるはずと思ってヘアメイクを目指したんですよ。綺麗になれれば幸せになれるっていうわけではないっていうことに気がついたわけですよ。描くことによって自分を一旦こう自分の内面を外側に出して客観的に見るっていう作業をしてもらうんですけど、ノートを使って自分でセルフコーチングをするっていう、自分の見えてる世界だけでこう物事を考えがちなので、そうするとこう視野がすごく狭くなっちゃう、狭くなると悩みが増えるんですよね。視点を高く客観的に見ることで悩みがどんどん少なくなって、一番大事なことって自分がどうしたいかだけなんですね。まあ、私は自分軸っていうのを、自分の価値観と自分のビジョンを合わせたものを自分軸っていう風にお伝えをしてるんですけど、もうとにかくそこを自分の価値観とビジョンを明確にさえしていればもう迷うことはないので、自分との約束を守るっていうことに対してめちゃめちゃ厳しいです。まあ、主婦が仕事をする、まあ、やりたいことで仕事をしていくっていうのって絶対家族を味方につけないと絶対できないんですよ。家族に応援団になってもらう。女が美しい国は戦争しない。みんなが美しく、まあ、美しいっていうのがイコール本音、私はそれを素直って表現するんですけど、みんな一人一人が自分の本音に素直に生きることができれば美しく生きれてるっていうことなので、それはあなたの中の言葉、自分が持ってるものは自分でしかもう答えはないんだよっていう風に、まあ、本当の幸せっていうのは人に依存することじゃなくて自分自身で自立してやっていくことが幸せなんだよっていうのは、まあ、それがビジネスに結びつくとかじゃないんですけど、自分がこう目指したものっていうのはちゃんとこうやり遂げたいっていうのがあるので、はい、まあ、それは自分がコーチとして夢を叶えるコーチとして、まあ、生きてるっていう、まあ、それが自分のこうミッションでもあるので、ちゃんと自分の夢はしっかり叶えようっていう、はいはい。で、女性が元気であれば男性も元気になるっていう、まあ、原理原則がありますので、とにかく女性がいつもニコニコ元気で明るく、もう皆さんの心を照らしていってあげれば男性もしっかりと働くし、自分の力で立ち上がるっていうか、自分の力で自分をまず、楽しませたりワクワクさせたり、まあ、好きなことをしたりっていう風に、まず女性自身が自分の内側から輝くっていうことを意識することで、すごくこの世界はうまく回っていくように、なんか皆さんのそのワクワク、自分のワクワクっていうものを大事にして、もう一つ一つなんかちっちゃいことでもいいから実践していてほしいなっていう風に思います。はい、もうそれがとにかく日本を元気にしていくこと の, 誰でもできるファーストステップだと思うので、